皆さんこんにちは、ケンジでございます。本日は服好きがうなるめちゃくちゃかっけえパンツを、そしておもれえパンツをですねいっぱい買ったので、今日はですねなぜそのパンツを買ったのか、どこで買ったのか、かっこゾゾタウンだよ、どんな魅力があるのかをですね皆さんにご紹介したいと思います。ゾゾタウン購入品でございます。でね、ゾゾタウン購入品紹介とはいえ、結構ね皆さんなんか想像するのはゾゾタウンといったら安くていいパンツ買ったのかなって思う方いらっしゃるじゃないですか。すみません、好きなブランド、そしていい感じのパンツを中心に買ったので安くはないです。怖いね、情緒不安定だね。違うんです、待って、確かに今日のねパンツはね値段するんだけど、クソかっけえパンツだったりとかおもれえパンツがあるんで、それをですねシェアハッピーしていきます。中にあんまりだったなっていうパンツもあるんですが、急にねゾゾタウンでパンツすごい探したらポチることが止まんなくなっちゃって、で今日はこれらを購入したので、そちらを皆さんにご紹介したいと思います。ゾゾタウン購入品紹介パンツ編、早速いってみよう。サブタウン、はい、ということで今日はですね、おもれパンツって言いたくなるような、すげえねパンツ欲に駆られたゲンジによるパンツ動画かっこゾゾタウン編をお届けしたいと思います。冒頭ねムービーねご覧いただいたと思うんですが、おもれパンツばっかしやったっしょ。早速ご紹介したいと思います。まず1つ目、こちら深夜小塚のバギーパンツでございます。いや、すごない、何書いてあんのと思う方もいらっしゃると思いますし、特にねインサート映像とかがねこう伝わりやすいと思うんですけども、太すぎないと思う方もいらっしゃると思うんですが、これがね好きなんですよ。というのもめちゃくちゃ高密度のツイール素材で、結構ねじゃあ面で言うとバリ型なんですよ。からこそ結構ねシルエットがすごく残りやすかったりとか、しっかりと出やすいんですよね。それがね商品ページにも書いてあるんですけども、よくリドムのねアイテムのね紹介の時でも言いますが、大量生産しようとなるとどうしても高速にね機械を動かすことによって表現したい素材感が実現できなかったりするんですね。なんですけども、ゆっくりと折り上げたり、あとはニットだったらゆっくり編み上げることによって独特な風合いっていうのが実現したりするんですよ。でこれもですね、非常にゆっくりと折り上げていることによってペイントの部分とあとシルエットの部分がね注目されていると思うんですが、素材もねかなり好きな素材感でございます。であとはまあシルエットの特徴においては深めのね2タックが入ってるんですね。2タックが一般的なブランドであればユニクロとかもそうなんですが、ウエストからこう開くのが当たり前じゃないですか。なんですけどこのダーツがですねここまで入ってるんですね。で内側の方はもっと浅めに作られているので、タックは入れるんだけど、ただ入れるだけじゃない、腰回りは細いままで急に膝元からガツンと太くなるのがもうたまらないわけで、そうした中でホワイトでかつバギーのシルエットに対して、このねペイントの詳細に関しては書いてなくて、デザイナーによるディティールを生かしたハンドドローイングと、何かの絵本とか何かの物語から着想を得て書いてるんだとは思うんですけども、多分めっちゃ調べたら出てくるとは思うんですが、結構ね今回の深夜小塚のコレクションとかも結構スタイリングとかその他のアイテムも絵本チックな物語に出てくるような雰囲気をアイテムだったりとかコレクションだったりとかスタイリングに落とし込んでいて、その雰囲気をすごく感じる一本となっております。でね、結構ねこうホワイトのパンツはある程度購入してきた中で、大陸のあのデニムを購入した時の感情に近いんだけど、デニム結構買ってきた、ホワイトのパンツも結構買ってきたし、自分のブランドでもよく出してきた。でそうした中でちょっとここらで大癖のねボトム購入してもいいんじゃないかというところで、バランスもね取れているので、ホワイトのパンツなんでそこまでね色がすごいついてるわけじゃないので、まあ全身真っ白のコーディネートとか上に黒シャツを合わせたコーディネートとか、まあいろいろね幅広く使えるんじゃないかなと思って購入しました。これがねゾゾタウンで買えるいい感じですよね。でこちらですね、きなりというカラーで、サイズは 175cm 痩せ型で、スモールを購入し価格 64,900 円でございました。下の概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。
そして続いてこちら、ヨウヘイオーノのカーゴパンツを購入しました。カーゴパンツを一度も見たことない人が作るカーゴパンツというチャレンジングなことをしているアイテムでございます。本当にこのパンツ、今回のアイテムの中で一番お気に入りと言っても過言ではないぐらい、今の僕のテンション感に一番ハマるパンツですね。ちょうど今もね、ウィムのトラックパンツを履いていたんですが、ちょっとこうテック感が感じられるものだったりとか、こちらも素材がナイロン素材がね、別に 100% ではないんですけども、ポリエステルナイロンコットンのスポーティーな風合いもどこかしらに感じるね、素材感がたまんないのと、さらにはこのね、膝元のデザインがまあ面白いこと。というのもこちらパッドが入ってるんですよね。から開けるとジャーンということで、わかりますか、衝撃映像をご覧ください。どうぞ。なんと膝とすねがパックで見える形で、中のパッドが取れる仕様になってるんですね。どういうことって。なので外すことは基本的にないと思うんですけども、そのねパーツがついていることによって、どこかね歩いた時とか立った時に非常にこう膝元にこう立体感が出るようなねシルエットがたまらなくて、でさらにはそのジップのね位置を、例えばこう膝の真ん中ら辺にすることによって、ちょっとこうアクセントをつける部分を変えられるのもすごくね嬉しいポイントですし、あとはねこうドローコードがウエストの部分にはあるので、元からめちゃくちゃ細いからこそ、結構ねこのドローコードあんまり意味なさないんですけども、実用的なパーツもしっかりと施されていると。であとはかかと部分ですね、かかとの部分にもジップがついていて、開くとさらにですね裾幅が広がるデザインになっていて、もっと癖つけたい場合は裾を広げてフレアなねこうシルエットにすることも可能だというところでね、非常にこう男心をくすぐるアイテムとなっております。ユニクロのスキッパーのアイテムと撮影したので組み合わせたんですが、非常にこう色なじみもよく、たまたまですが、シンプルなトップス T シャツやシャツとかと合わせた時にガツンと足元で個性を出してくれるような、そんなアイテムですね。すごく好きなパンツでございます。僕はですね 175cm 痩せ型で38番を購入しました。ウエストはねかなりギリでしたね。僕よりもウエストが太い方はかなり厳しいパンツなんじゃないかなとは思います。価格はですね6万500円でございます。続いてがこちら、ネプラのデニムでございます。素材に関しては普通っちゃ普通ではあるんですけども、デザイン的なポイントで言うと、このね膝元から裾に広がったねこのステッチデザインのアクセントになっていて、視覚的に可愛い面だったりとか、あとはあんまりしないと思うんですけども、裾にスナップボタンがついてるんで、そのスナップボタンを閉めるとこのシルエットの変化も楽しめるよっていうアイテムでございます。なんですが若干ね、もう少し深い色味とかドカジュアルなデニムなんで、スタイリングとしても僕の好きなスタイリングではあまり使いにくそうだなというふうに思って、ちょっと若干どうしようかなって感じがあります。とはいえすごくね好きなパンツでございます。ただまあ今回の購入品のねパンツがどれも良かったんで、なんかこう一番僕の中では存在感が薄いパンツにはなっちゃいました。僕はですね 175cm で29番のサイズを購入し、価格は 36,080 円でございました。続いてですね、マーカのリネンパンツですね。なんですが、こうラミーといって、こうリネンよりも長いですね、糸を使っているので、非常にですね、より綺麗めな風合いで履くことができるような、そんなパンツでございます。で、今までのね、僕のマーカの印象といったら、かなり綺麗めなね、アイテムだったりとか、スタイリングを提案していたんですが、ここ最近はもうめちゃくちゃにこの時代の空気感読んでる。だからこそ人気なね、ブランドであり続けていると思うんだけども、ここまでのね、軌道のね、変更が、もうすごく真新しいというか、多少のねこう小森っぽさを感じるような、今までのねこうマーカのイメージをね考えると、すごく驚く方もねいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いまして、ご紹介しました。であとはですね、ベルトループもなくドローコードもないんですが、さらにですねベルトがついているので、そこら辺かなり、ね、強めに締めると、ベルトなしで履けるのもタックインした時にこうウエスト周りがかなりスッキリするデザインでございます。ちゃんと2タック入っていて、膝元周りで広がって若干テーパードの効いたアイテムでございます。なんかね本当にこうここ最近ずっと僕も言ってて申し訳ないんですけども、普通の綺麗なツルッとした黒いパンツって物足りなくなっちゃったんですよ。なんかちょっとカジュアルであってほしいんですよ。それがねこうデニムパンツだったりカーゴパンツだったり、こういったテック系のパンツだと思うんですね。ウィムのパンツ自分用に買っちゃったぐらいお気に入りなんですけども、でこの手のパンツもいわば黒いパンツ履きたいんですよ僕も。なんですけど今までのサンシーとかのね綺麗めな黒のパンツもありますけど、なんかそれはまあ今年じゃなくていいかなっていう感じなんですよ。でそうした中でこのリネンをねガシガシに洗っているパンツの風合いがたまらないかっこよくてね、好きで購入しました。でね、やっぱり履いてみた時のかっこよさもね、しっかりとありながら、夏にね、さらっと履いていける、そんなね、パンツが大好きでございます。175cm で、サイズは S サイズを購入しました。価格はですね、37,400円でございます。こちらも下の概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。
後日ということで引き続きねご紹介していきたいんですけども、ラスト2本 N ハリのパンツをご紹介したいと思います。めちゃくちゃ良かったです。まず1本目、購入動機としてはマーカーのねパンツを購入した時とね同じで、結構ね黒い太いパンツでありながら大癖のパンツが欲しいなというふうに思っていた中で、こちらコットンナイロンタフタの非常に打ち込みの多いパリッとしていながらハリ感もあって、でなおかつ製品をですねめっちゃ洗っているからこそ、なんかもうなんなら脂肪感が感じられるような素材感に仕上がっているパンツでございます。ウエストはですねベルトループはなくドローコードでギュッと絞る感じですね。でそんな素材でこのワイドなシルエットを作るもんだから、ものすごくね足がねボトムの方にガツンとシルエットの溜まりができるんですね。それがすごくかっけーのと、さらには素材感だけではなくてパターンがかなり特徴的で、リーバースデッドとかであったんですけども、昔ですねこうデニムだけれどもひねりを入れたパンツがね結構流行ったらしいんですよ。僕はね28歳でその当時はね流行った過去っていうのはね経験してないんですけども、流行ったんですって。でそれをデニムじゃなくて UTT パンツで取り入れてるっていうのが、なんともこう N ハリらしい、いわばおばなさんらしい切り口でね、めちゃくちゃかっこいいです。はい。でデザインもあるんですけども、非常に機能的なことも考えたパンツで、まあ、今ね着てるように黒のねスタイリングがかなり好きなので、そういう時に今年のテンション感に合わせてこちらのパンツを履いていきたくなるような、そんなアイテムでございました。で僕はですね175センチでサイズは38番購入し、価格は4万700円でございました。こちら下の概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。続いてこちらショーツですね。これもね非常に機能的な素材感なんですけども、結構ね N ハリってガチミリタリーを現代の僕らが求める素材感、履いてて楽ちんな方がいいよね、動きやすい方がいいよね、なんかこう選択可能の方がいいよねとか、まあ、いろんなね欲求とガチミリタリーを掛け算するのがねものすごくうまくて、もともとね超人気のね古着で働いていたこともあり、ものすごく古着の知識も長けているからこそのアイテムのねデザインがめちゃくちゃかっこいいわけですが、当初なんかねこちらはねめちゃくちゃ面白いです。何をやってるかっていうと、これ一見サイドにねファスナーがあるだけでポケットがないんです。ポケットないパンツなんて最悪じゃないと思う方いらっしゃると思うんですが、ここを開けるとジャンということで、はい、なんとここからですねポケットが出てくるわけですね。でそのままファスナーですね、例えばこのファスナーにとっても少しね長く設定されていて、結構ねアウターとかのガチ見えたりってね結構ファスナーにとっては長いことが多いんですけども、やっぱり軍手とかねした上ですぐにねこう着脱が可能なようにファスナーが長いことがよくあるんですけども、それをねしっかり忠実に再現していくこともすごくこだわられているなってところと、全部上まで開けたらこのようにマチがあるんですよね。マチがあるからこそよりシルエット的にもっと広く着ることもできるので、その日のテンションに合わせてこの裾幅を変えられるのもすごくね機能的で男の心をくすぐるデザインなのと、あとは、まあ、お尻のねポケットとかもファスナーがついていて、でしかもそれがね直線的ではなくちょっとこうヒップのね形になぞるような斜めのねジップがついているので、なんかそこもショーツってねすごくシンプルじゃないですか。ユニクロでも売ってるし海外のメゾンブランドも売ってると、なので本当に細かいところの積み重ねで一つ一つのアイテムクオリティが変わってくるので、こういったファスナーの直線なのか斜めなのか、それだけでも全然ね満足度が変わってくる感じがするなというふうに思います。で段ボール素材でめちゃくちゃもちっと柔らかくて、そこもねまた先ほど言った機能的なね素材感だったりとか助かる部分がいろいろあっていいなというふうに思います。夏になったら履きたいですね。こちらもですね175センチ痩せ型で38番購入し、価格は3万7400円でございました。ということで今回はですねめちゃくちゃお気に入りの ZOZO タウンで買ったパンツたちを皆さんにご紹介させていただきました。下の概要欄に全てリンク掲載しておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。ということで今回の動画は少しでも参考になったりいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価チャンネル登録そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。以上現状の動画でした。ありがとうございました。